メロディーは1996年10月1日に発売された西田光カルウィーズ加藤和彦名義によるシングル。フジテレビ系列の子供向け番組ポンキッキーズの挿入歌として制作され、番組内の P、カイスメロディコーナーで同年10月から年末にかけてオンエアされた。なお、当シングルは西田にとって通算21枚目、加藤にとっては18枚目にあたり、 西田はデュエットによる初のシングルとなった。西田は1996年7月に発表した加藤和彦プロデュースによるアルバム24-24の制作中にポンキッキーズの制作スタッフから番組出演のオファーを受け、同時に挿入歌の企画も持ち上がった。楽曲の制作にあたって前期アルバムに引き続き、加藤和彦が作曲とデュエットの相方を務めることに、 なり、作詞は番組スタッフの提案で北山治が手掛けることとなった。サウンド面ではスカの要素を含んでおり、大陸的なイメージの楽曲となっている。西田は1996年に行われたインタビューで、今回初めて子供でも楽しめるような歌を歌うことになり、加藤とのデュエットということもあり、通常のレコーディングよりも苦労したと語っている。一方、 加藤も初の子供向けの楽曲制作となったが、2006年にも北山とのコンビで NHK お母さんと一緒の今月の歌ありがとうお母さんを手掛けている。なお、当シングルのカップリング曲には西田のソロ歌唱によるバージョンが収録された。アパラジアンダルシマーメロディーは番組内の P、カイスメロディコーナーで同年10月から年末にかけてオンエアされ、メガボルトは 人形出演版と本人出演版の二つのバージョンが放送された。校舎では、西田は画家、加藤は詩人に奮し、二人とも大きなベレー帽をかぶり、西田は大きなイヤリングをつけ、加藤はアメリカの発言楽器、アパラチアンダルシマーを携えて出演している。メロディーは、ポンキッキーズの挿入歌を集めたコンピレーションアルバムと、 西田のライブアルバム及びコンピレーションアルバムに収録。また、西田のソロ歌唱による光るバージョンはアルバム未収録。ありがとうございます。